はいどうも、トワイスです。今回もスプラトゥーン2やっていきたいと思います。もと言いましたけど、まあまああれですよ、最近 C 要素が追加されたじゃないですか。で、私ね、それ実は事前予約して買ってたんですよ。で、それをねずっとやれなかったんですけど、やっちゃおうかなって、そろそろさあ、深海メトロから何やら聞こえてきます。行きましょう。近く深くから聞こえてくる物語を始めますか。スプラトゥーン2オクトエキスパンション始まります。タコツボや儚き夢を夏の月。あー、塩辛節ですね。おーいタコ、うん、近いよーし、目覚めたか。さあ戦いの続きじゃ、武器を持てと言いたいところじゃが、お主どこかで武器を落としたようじゃの。ほう、というか近いんだが、ジャジだというかヨボヨボだ。それにしてもここはどこじゃ。お主とサンゴがタコツボバレーで戦っとるとき誰かに襲われた気がするんじゃが。え、サンゴっていうのは前作 Wii U のスプラトゥーンの、ストーリーモードの主人公ですね。ともかくここにいてもしょうがあるまい。一時休戦してここから抜け出さんとな。あー、やっぱイカとタコは敵対関係ってのは変わらないんだな。おっと、その前に名乗るのを忘れておった。わしは当たりで、ニューカラストンビ部隊の司令じゃ。当たり目司令。僕 Wii U は持ってないんですけど、弟と妹に実家でちょっとストーリーモードだけやらせてもらって、その存在は知ってました。懐かしい。してお主の名は。というか、その何回も言うけど近いんだがひょっとしてお主、落ちたショックで記憶が飛んだか。お主自身について何か思い出せることはあるか。記憶を失ったタコ。あー、なるほど。はぁ、あ、はぁはぁ、ガールいたく。なんかはっついてる緑色のやつが。あー、これがまあキャラセレクトみたいな感じか。僕あんま濃いのは好きじゃないんで。でもこのぐらいかな。ヘアスタイル。あ、2種類しかないんだ。こっちの方が好きかな。目の色は、どうしよっかな。今確か紫にしてたんだっけかな。うん、これ。いいね、いきなりのサービスショット。タコガールかわいいな。そういえば、お主気を失っとる間、塩辛節を口ずさんどったぞい。ああ、記憶の中の塩辛節ってことか、あれ。もしやお主、魂に塩辛節のグルーヴを宿したタコなんか。またなんか厄介な設定が出てきたぞ。どうした、黙っとるっちゅうことはイエスってことじゃなこれ何、カラストンビ部隊のメンバーはみんなそんな感じなのかな。まあ、指令がこんなんだから下もそうってことか。つまりそう、なんかホタルちゃんにも同じこと言われたなって。2年前 DJ タコワサ将軍と3号との戦いで塩辛節を聞いたオクタリアンの中に、魂に塩辛節のグルーヴを宿したタコがおると聞いとったが、お主もその一人じゃったか。あー、敵対関係だったけど、まあ塩辛酢のファンになっちゃったってことなのかな。そうとは知らず、さっきは3号消しかけてすまなんだ。あー、タコがいるからやってこいみたいな、そんな感じだったかな。え、ちょっと待って、3号と戦うことあるか、もしかして。
ちょっと対人戦みたいな感じになるか。それはちょっと怖いな。塩辛節が好きなものに悪いものはおらん。これ真理にして人生の鉄則。ああ。そうと分かればスタンダップ。わしと協力してここから抜け出すぞい。そんじゃ出口探してレッツゴー。おお。すげえ。いいな。かわいい。テンション上がりますね。あと、心なしかすげえなんか滑らかですね。あの、動きが。オフラインだからかな。無人駅のようじゃし、とりあえず改札の向こうを見に行ってくれ。はいはい。あー、なんか、なんだろう、行けそうだけど、これといって行けないのかな、これは。切符とか買わなくて大丈夫？行っちゃうよ。新聞も特には。あ、ああ、タコですね。いいな、こういうの。ん？別にこれは、なんだ。ああ、電車が止まってんのか。乗れって？乗っちゃっていいの？いいのかな、これは。そのまま進んじゃうぞ。なんかインクだまりがあるけど。ああ、隠れられますね。なんだ？あ、電車かと思ったら、あの電車は途切れてるのか。なんじゃここは、とりあえず進んでみるかな。ブルーシートか。あれに見えるはオクタリアンのドアじゃ。鍵で開くぞ。うん。お主もオクタリアンならここに見覚えはないか。ないな。なんだこれ。あー、踏むと起動するスイッチにインクレール。お！若葉シュート&スプラッシュボム。なるほど。敵はいないか。進みましょうか。いいね。やっと調子出てきたって感じ。硬いね。鍵を探す。あ、やっぱブルーシートの上は塗れないか。こういうのはゴムで破壊した方がいいのかね。ああ、いいな。ああ、僕なんでしょう。一回、ヒーローモードクリアしてますけど、多分腕としては、まあ、多分、あれだ。腕としては全然、うまくはないと思うので、ちょっとそのあたりは期待しないでください。一緒にヒーローモードの時みたいに一緒にストーリーを楽しんでいきましょうっていう感じです。特にこの辺は何もないのか。あ、一応これで登ることもできるって感じだったのか。またあれかな、隠しみたいなのあるんですかね。だとしたらちょっと楽しみではある。水には落ちないようになってるのか。ポンポン。いいねいいね。ああ、このインクレールで進むこともできたと。はい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 。いろんな道がありましたよってことですね。了解。おっとっとっと、乗っちゃった。じゃあまあ、鍵を手に入れたので、ん？これ練習用のバルーンか。こんなところに。ああ。武器を外される。そんなことがあるのか。不気味な場所じゃが進むしかないの。うん、本当に不気味な場所だ。抜けられない駅か。なんかそんな本当にあった怖い話みたいなのあった気がする。
それにしても広いところじゃの、そうだね。ここがターミナルっていうか、うわこれさ、なんかちょっとパンクっぽい格好してるじゃない？あのマトリックスっぽくない？すごく出るか。通話者の ID を検索中。おはようございます。ナンバー10008、深海メトロ中央駅へようこそ。私は約束の地へのツアーアドバイザーよ。どうぞお見知りおきを。はいはい。ここに来られたってことは約束の地へご出発なのですね。どういうこと？あら失礼、ちょっと何言ってるかわからないご様子。じゃあ軽く説明させていただきますね。あなたも地下にいるなら約束の地って名前くらい聞いたことありますよね。ないな。そこは光あふれるユートピア、地下住民たちの理想に満ちた花園。幸運なことに約束の地に行くことができる資格をあなたは今手に入れたのです。過去に挑んだのは17000名、あなたは通算18000番目のチャレンジャーとなります。何から何まで8にかまけてくるというか、それはあなたにとってまたとない人生で一発逆転の大チャンス。そんなわけでこの深海メトロ中央駅はその約束の地へ向かうための出発点となります。じゃあはい、これ、ナマコ端末とナマコカードです。はいはい。ずいぶん雑に渡された。この先で必要なんでなくさないようお願いしますよ。それでは。なんかだんだん近くなってきてない？お前メトロに乗って出発進行。はあはあ。お主ナンバー108というのか、面倒じゃから8号と呼べばいいかの。約束の地は光で溢れとるっちゅうことは、それはつまり地上のことじゃな。そうと分かれば善は急げじゃ。ほんじゃ8号、端末とカードを拾ってそこを目指すぞ。はいはい。立派な電車ですな。んで、まあこの状態っていうか、これがフィールド画面なのかどうかわかりませんけど、あれですね。この状態だと武器は使えないってことなんですね。んで、このロッカーとか、なんかありそうっちゃありそうなんだけど、なんもないのかな。あ、一応降りれ。降りれないんだっていうかこれあれだね、あの線路ないね怖くね、線路ないぜ。ここはどこなんじゃろ。外国へ来たみたいじゃん。はいはい。あー、なんかロード画面もクール。八号や、わしはちょっと疲れたぞい。しばし一服。一服って何？何をする？タバコ吸ったりお茶飲んだりするわけじゃないの。ナマコ車掌。本日もメトロをご利用ありがとうございます。私、社長を務めさせていただきます。ナマコ車掌と申します。な、このナマコ喋りよる。お前も喋ってるわな。イカとタコしか喋らないってことはないか。おや、ご利用は初めてでしたか。ちっちゃいな、生子車掌。なんかちゃんと通ってきたところに粘液が。それでは説明させていただきます。ここはネル社の運営する地下の巨大施設、その実験場同士をつなぐ深海メトロでございます。実験場。おや、あなた、ナマコ端末をお持ちですね。ということは、約束の地に行かれるのですね。そうじゃ、わしらは早よ外に出たいだけじゃ。承知しました。
約束の地は地下住民金星のユートピア。そこへ行くには各駅のチャレンジを乗り越え、どこかにある4つのあれを集めてください。あれが4つ集まった時、約束の地への扉が開かれます。ほう、ちゅうことはそのチャレンジをクリアすれば地上へ出られるんじゃな。おそらく。では最初のチャレンジにご案内します。 X でナマコ端末を起動してください。はいはい、ポチ。すげえ、なんかリアル系ゲームみたい。路線図が浮かび上がりました。行きたい駅をお選びください。まだ一つしか行けないのと、解放されてないんだね、ほとんど。で、これあれか。チャレンジ料チャレンジに金がかかるようになるのか。これゼロになったらどうなるんだろうね。で、武器はおそらくスプラッシューター。危ない女子の聖地、ルーガ森駅。森を抜けてゴールせよ。時間的にどうだろう。これクリアするまでやったら30分ぐらいになりそうですけど、まあやってみようか、じゃあ。それでは初めてのチャレンジへ出発いたします。三両編成。田舎の電車っぽいですね。僕の地元は2両編成でしたけど。おお、駅に着いたらまずドレッサーの上で武器が支給されます。はいはい。チャレンジにはナマコポイントが必要です。最初なので1000ポイントかな、チャージしておきました。チャレンジ料とはこの駅をチャレンジするのに必要なナマコポイントのことを指します。クリア報酬とはこの駅をクリアしたらもらえるナマコポイントのことです。では、A で使う武器を選んでください。ああ、つっても選びようがないって感じ。で、ここでカメラオプションも変えれると。で、チャレンジ量100のクリアしたら600点に入る。申し遅れましたが、ここは駅のホームであります。駅についての情報が知りたいときは、私、ナマコ車掌まで気軽にご質問ください。はいはい。ゴールポイントを打って起動、触ればチャレンジ完了です。はいはい。これ?違うか。これは改札であります。A でタッチをすると、ナマコポイントからチャレンジ量が差し引かれスタートします。あー、ここでタッチするのね。本当に森だ。ナマコポイントが足りない場合はチャレンジができないので出直してきてください。あ、そう。じゃあ場合によっては溜めながら進まなきゃいけないところもあるってことか。ほんじゃあ行きますか。おい。森を抜けてゴールせよ。改札を抜けたら森とは一体どうなっとるんじゃ。あー、いくらがお金になってるんだ。対象発見。タコゾネス?タコゾネスはお主の仲間じゃろ、話しかけてみんか。始末せよ。うえ。ぬ、キャツメ、仲間を攻撃するつもりか。どうやら話が通じる雰囲気ではなさそうじゃ。はい、オッケー。まあ、隠れてればタコゾネスは見えないからね。って感じ。これは。おう。あ、まだ。なんかちょっと芋っぽくなったけどあれだね。こういうのも悪くないね。上は?特に何もなし。木の上に乗れたりとか?しないか。じゃあ進みましょうか。まあ、ちょっと進みはゆっくり行きましょう。チェックポイント。お、ローラーか。そして、傘。なるほどね。おっと、早速来たか。あねえ。ローラーの目の前に出ちゃダメだって。基本を忘れたか、俺。傘は?向こう塗ってるか。アーマーはまだ取らなくていいでしょ。ほい。はい、残念。キャツラ、魂が抜け取りようじゃ、お主心当たりは。なんでしょうね。
タコゾネスがタコゾネスを、チャレンジは本当にチャレンジとして、そういうなんかギミック的な、生きてるタコじゃないとか、そういう、まあいいか。てかあれも取っとこうか、多分ポイントになるでしょう。で最終チェックポイント、短いね、ステージ1だからか。あ、また取んなくてよかったわ。いやー、ついつい取っちゃうからね。お、スーパー着地。探すものには福来たる。お、おお、怖えね。ジェットパック。ああ、向こうもスペシャル持ちってことか。でも、使い方が甘いのでは？はい。スペシャル保持も考えたけど、まあまあまあ、派手に使っていきましょう。初めてだしね。これがゴールポイント。おー。危ない女子の聖地、ルーガ森駅。森を抜けてゴールする。いいな、近代的な雰囲気ですげえ好き。おめでとうございます。一つ目のチャレンジをクリアしました。あなたが帰りのホームで受け取ったこのアイテムは練りメモリーと言います。練りメモリーとはあなたの心を読み取り、それを練り上げたもの。練り消し？チャレンジをクリアするたびに練る者から記念として差し上げます。はいはい。クリアした証ってこと。ナマコ端末メニューを LR で切り替えれば練りメモリーの取得具合を確認できます。今更だけど最後のゴールポイントローラーの形してましたよね。次はローラーなのかな。お、あなたのチャレンジできる駅が増えました。点で示された駅を自由に選んで進んでください。それでは良い旅を。はんはん。ん？ああ。おお、無線が繋がったようじゃ。サンゴ、応答されたし、応答されたし、どうぞ。るっせえ誰だてめえは姫ちゃんか。ぬわ。先輩、急に大きな声出さないでくださいよ。あら。おお、お主ら、サンゴではないな。何者じゃ、なお名乗れ。てめえこそ誰だよ。私は姫、AKA MC プリンセス。ショートでキュート、毒舌、饒舌、テンタクルバリバリ、塗りたくる縄張り、よ。ごめん、俺、ラップ苦手なんだ。今、ちゃんと当たり飯でも、よいよいよ、つってたな。若造がこのわしにラップでバトルと申すか。MC よっちゃんことわしの真の姿を解くと見よ。わしは当たり目、飯は3食当たり前、ボケて4食、そん時は出前。なんか、あれだね。意気投合してんね。うん、当たり目さんでしたっけ？私たち、今ここで通信機を拾ったんです。私たちは今、南大山にいるんですけど、当たり目さんたちはどこにおられるんですか？南大山といえば、タコツボバレーの近くじゃな。はぁはぁはぁ。2のヒーローモードがタコツボキャニオンだったから、タコツボバレーは、前作のヒーローモードの舞台か。実はわしと八号もその辺りにおったはずなんじゃが、誰かに連れ去られて地下から出られないんじゃ。あらら、当たり目さんと八号さん、もう知らない場所ですか。それは困りましたね。大変そうなので、私、飯田 AKA、DJ 飯田がサポートさせていただきます。とりあえず皆さんの現在地を調べてみますね。私のサポートがお役に立てばいいんですけど。嬉しいなぁ、飯田ちゃんいい子。えい、8号だか8だか知らねえけど、ジジイはそこでおはぎでも食ってりゃ平気だよ。むちとふぐじゃが、ラップができるやつに悪いやつはおらん。さっき似たような言葉を聞いたな。じゃあわしらは約束の地に行くためチャレンジを進めるかの。そんじゃ8号以下よろしく。ほんほんほん。まあ基本的には電車の中で過ごすって感じか。なんか地上では見たことのない人たちがいらっしゃるね。はい、どうも。うん。邪魔。でも行けるとこってこの2両ぐらいかい。
じゃあ、特に何もできないみたいなので、ひたすらチャレンジを進めていくしかないみたいですね。で、ペアルツク駅。ペアルック。あなたと期待イカスフィア。時間内にイカスフィアでゴールせよ。あ、武器がイカスフィアのみ？へぇ、そういうのがあるんだ。で、これが、飛んで国外脱出、リティセレブ駅。リティセレブってなんだろう。飛び跳ねながらゴールせよ。ホットブラスターね。まあでもヒーローモードとはまた違った意味で、いろんな要素のチュートリアルが楽しめる感じなんですかね。まあ確かにヒーローモードにイカスフィアとか出てこなかったから、そういう意味では助かるかもしれないですね。あと実際の武器で戦える。亜種があるかわかりませんけど。よし。じゃあ、今回はここまで。オクトエキスパンション頑張っていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。